はい、どうもこんにちは、こんばんは、サクヤです。今回紹介しようとしたのが T-GO サーチっていうものなんですけど、こちらね、ポケモン GO のポケモンの出現する場所、出現してるポケモンを表示してくれるところなんですけど、以前ポケビジョンとかさ、あったと思うんですけど、そちらね、使えなくなってしまったので、ですが、まだ使えるものがあるということで、紹介しようと思います。こちらですね、URL、説明欄に貼っておきますが、とりあえずね、そこ開くとこんな感じで、出てくると思うんですけど、右、ごめんなさいね、マウスカーソル表示しておきます。こちらの右上にね、GPS ってあるんですけど、こちらをクリックすると現在地に、飛びます。どこでもいいので、今出てるところでいいんですけど、左上の探索開始ってところを押すと、クリックしますね。そうすると、捜索中ですってなるので、そうするとポケモン失敗しましたですね。失敗した。もう一回ですね。出てきた。こんな感じで、ちょこっとでも、多分拡大してくらいだともうちょっとね、いっぱい出てくるんじゃないかなと思うんですけど、捜索中ってことなので、途中なんですと思うんですけどね。こんな感じで出てきて、一応時間もね、クリックすると、こんな感じで、日本語名とね、英語名の名前で表示してくれるみたいですね。これもなんか、ポケフジャみたいにね、絞り込みとかできたらいいんですけど、もしかしたらあるかもしれないので、設定ボタンを、できますね、一応。こんな感じで。不要なポケモンは、非表示にできるということで、クリックしてやるといいと思いますが、こんな感じで、いいですね、これ。で、Android の場合はこの T-GO サーチっていうので、アプリあるんですけど、iOS 版、マイホン版はないみたいなので、こちらね、ブラウザで、利用する形になります。便利なので、いいと思いますね。使えなくなってしまったので、ポケビジョンが死亡してしまったということで、今回こちらのアプリを紹介し、アプリなんですけどね、T-GO サーチの紹介でした。ということですね、今回短いですけどね、これで終わります。よかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。